今日サンディエゴに行こうとしてんだけどすっげえ渋滞しちゃって、途中でビーチ、カリフォルニアっていいね。スタンプタウンのコーヒー、こっちでは日本みたいにコーヒー牛乳を売ってません。でもこれはね、非常に味が近いと思う。アメリカに来た時にはぜひ飲んでみてください。これね、1個、3ドルぐらい、4ドルぐらいで売ってるのかな、ターゲットとかで。でも友達がスタンプタウンの店で働いてるんで、うちは、1つ1ドルで購入しております。ありがとう。じゃあやっと着いた。出よう。いいな、お前サンダル持ってきたの。父さんサンダル忘れちゃったよ。あ、履いて履いて、外出よう。子供がね、何でもうち食ってくれるわけじゃないから、こうやってちょっとこう見栄えは大したことないんだけど、ブリッドをね、朝パパッと作って、これ昼飯にすんだな。そうすると子供たちがちゃんと食べてくれるんだよね。お子さんいるご家庭はね、ご存知だと思いますけど、まあめんどくさいんだよ、子供たちが何食べてくれるか何食べてくれないかで。で、食べてくれないといつまでもぐずっちゃったりして、今度はまた高速に乗れなくて、気づいたらもうなんか暗くなる頃にやっと着くみたいな、ちょっとね、そういうのは避けたいので。いただきます。ここ通常はサーファーがすごいいるんだけど、今日風が強すぎて全然いないね。サーフィンの世界では風がね、なんだ、まあ、方向は2つあるんですよ。ビーチに向かって入ってくる風と、海に、沖に向かって出ていく風ね。で、一番いいのが程よく沖に向かって出ていくのがあるんだな。こう波が来るでしょ。そうすると、まあ、向こうから来るか、向こうから波が来て、で風がふーってこうなんかちょっとこう押し返してくれると、波が大きくね、綺麗に保ってくれるわけで、ここの僕の手のひらのとこね、こうさーってサーファー乗れるわけ。でも今日の風は向こうから沖からこっちのビーチの方にガーン来てるから、波がちょっとこう上がるともうバーン、ちょっと上がるとガチャーンって、もう全然ほらね、もうなんか小さな波ばっかでさ、今日風がすげえ強いんだな。まあそれと、あのその実際その波の元となるスウェルって言うんだけど、 SWELL ね、このうねりね、がまあないってことなんだろうけど、まあ残念。でもここ本当はね、いっぱいサーファーがいて、非常に初心者でも楽しめるね、サンエリーホっていうところです。エンシニータス市です。サンディエゴの北部だね。まあもうちょっとで、おばあちゃん家に着くので、軽く飯を食ってから続けようかな。また渋滞でしょう、多分今ね春休みですっごい渋滞してんだな。残念、しょうがないです。まあ俺たちも春休みでおばあちゃん家行くわけだから。 OK、
きました。お疲れ様。2時半、今日出たのが9時半です。何時間かかってんの本当に。はい、3、